まあその前に、なぜ必要かっていう話はいいの、はい、そちらから話していただいて、ね、要はその今までは飛んでくるミサイルをこちらで迎撃してね、はい、落とすと、まあ、簡単に言うともう飛んできたやつを叩き落とすと、はい、まあ、それだけだったわけですよ。それで、まあ、散発的なミサイルについては、まあ、イージス艦とそれから、まあ、ペトリオットっていう、地上発射のミサイル防衛システムで、なんとか、まあ、叩き落として国民の安全を守るというのがこれは基本だったわけです。ところがもう叩き落とすどころじゃない、相手側のミサイルの能力が格段に上がってきた。一つはもう飽和攻撃って言ってバカスカ撃たれた時にはもうこちらも弾がないし、それ全部叩き落とすことは難しいと。でかつては、まあ、全部は落とせなくても向こうの攻撃がの成功率が低ければ向こうが諦めるだろうというふうに、まあ、僕らっていうか専門家は考えて、それでその 100%すべてを叩き落とすことはできなくてもミサイル防衛システムというのは有効だということで開発して配備し続けてきたんだけど、もうそんなことも言ってないね、 100% どころじゃない、向こうのその攻撃力がはるかに上回って、でこれミサイルの世界っていうのは攻撃する側が圧倒的に有利、タイミングも場所も規模も全部選べるって話ですから、こちら側としてはもう守りっぱなしでは国民の命、国土を守ることができないと。そういう状況の中で、あるいは今は極超音速滑空弾といって、その放物線を描く今までの弾道ミサイルはその発射角度とスピードが分かればこの放物線は慣性の法則で計算通り飛んでいくから、先に計算してこの辺まで飛ん、この時間、この時間をここを通過するからそこを予測して、ミサイルを当てたわけだけど、今はその変速軌道をするのでそういう計算に基づく迎撃っていうのは不可能になっちゃったから、まあ、そういう意味で言うと、まあ、簡単な例えをすると亀の甲羅は硬い、だからそのミサイルが突き刺さらない、こういうことで今まで、防いできたんだけど、その亀の甲羅を突き通すような、まあ、向こう側の武器ができてしまったので、もうこうなったら甲羅を固くして守っていくっていうやり方ではもうとても追いつかない、イージス艦何隻あっても足りないっていう世界になって、まあ、コストパフォーマンスから言ってもちょっと追いつかなくなってきたということがあって、弾を撃つんじゃなくてミサイルにミサイルぶつけるんじゃなくて射手を撃つ、弾を撃とうとしているシステムを、まあ、こちらからミサイルであるいは、まあ、戦闘機でも攻撃機でもいいんですけど、そこの射種を そのままミサイルを発射する、その削減そのものをね攻撃して、向こう側の攻撃の意図をくじく、やろうとしたら自分たちがやられちゃうっていうね、いう、まあ、状況に持っていくために、敵基地攻撃能力が必要だと、まあ、こういう議論に、なりました。でこれは亀の例えで言うと、まあ、ハリネズミ、もっと言えば山嵐、あるいはこう、彼らはその敵に対してこうその針のような毛をこう逆立てて、でこう攻撃しようと思って触れようとしたらもう そちらが傷つくっていう、攻撃する側が気づくっていう、まあ、そういうハリネズミとか山嵐みたいな防御方法に切り替えた、まあまあ切り替えたというよりは両方使う、亀のような今までの防衛一本槍から、まあ、攻撃ある程度打撃力を持って、その相手の攻撃を拒否するという、ね、まあ、こういう、まあ、方法に踏み出そうと、一歩踏み出そうというのが
敵基地攻撃能力で、今の最初のご質問は何を攻撃する、何を叩くか、はい、相手は何かっていうとですね、昔はあのミサイル基地が分かってて、でそのミサイルを撃つ前に発射台を立てて、まあ、よくあの人工衛星を打ち上げるような形、もう何日も前からもう衛星から見ればもうどこに立ってどこでこう燃料を注入しているか全部分かるっていうのは、そういう状況だったから、そこを叩けばミサイルをあの壊すこと、破壊することができたんだけど、今はまあご承知の通りテルって言って山の中からこう移動式、まあ、北朝鮮なんかこう列車に乗せたりとかですね、あるいはそのトラック、トラクターみたいなのに乗せて、これこう引っ張り出してきてドーンと撃ってまた隠れるみたいな、それ移動式ですから、これはアメリカのイラク戦争とかそういうのの経験から言っても、あの時はスカッドっていうイラクのミサイルを追っかけていって、移動しているミサイルをこうどんどんあの破壊していくっていうことをアメリカやろうとしたんだけど、これはなかなか移動しているミサイルをミサイルランチャーを捉えて、リアルタイムで捉えて、それを破壊するということは技術的にはかなり難しい、今でもまだ難しい、そういうことになると何を一体目標にするのかという、まあ、こういう議論になって、それを24時間リアルタイムで追っかけるような、まあ、例えば衛星のコンステレーションとかね、あるいは無人機とか、まあ、こういうものでこう相手の動きをずっとトラッキングして、そこで、まあ、ミサイルの側に、通信して、そこを狙っていくというのは一つのやり方なんだけど、これはなかなかまだまだ技術的に限界がある。ミサイルで難しければ、じゃあ、大気圏外からレーザーでやったらいいって、これもまたまだまだ未完成の技術なんで、まあ、我々が今考えている敵基地攻撃能力というのは、キルチェーンって言って、キルチェーンっていう聞いたことあると思うんだけど、その、まあ、ミサイルっていうのは相手が例えば攻撃っていうのは一連の流れの中で攻撃してくるわけだよね。ミサイルを発射するまでにまず照準を合わせて、要するにまずターゲットを決めて、そこに照準を合わせて指令が降りて、そして実行部隊がミサイルを発射して、そして発射した後それを評価して、打ち漏らしがあったらまた元の PDAPDCA サイクルに戻っていくっていう、この一連の流れの中でやって、これ全部キルチェーン、殺すチェーンですね、殺すこう連鎖、キルチェーンのうちの発射台を追っかけるのは難しいけど、それ以外のところは全部固定の施設だから、通信施設もそうだし、指揮命令の司令部も司令部機能もそうだし、こういうところのこのキルチェーンのどこか、ランチャーを追っかけるのは難しいけど、それ以外のどこかを狙って叩くことができる、その能力を持てば相手側の攻撃力は減災されるわけだ。でそのことによってその相手からの攻撃を防ぐ、まあ、これもあの抑止っていうのは2つあって、拒否的な抑止、相手が攻撃されるのを拒否する抑止、一番消極的なやつはさっき言った亀の甲羅で守る、もうちょっと積極的なやつは相手のところを相手のミサイルが攻撃できなくすることによって、まあ、相手の攻撃を拒否するということね、気象局積極の2つの拒否があって、もう一つは懲罰的抑止って、これはもう核で、懲罰するぞ、核で脅す、核で報復されるぞと言って脅して相手に諦めさせるというね、まあ、こういう抑止の形態はいくつかあるんだけど、まあ、我々が考えているのは拒否的抑止の消極的なやつじゃなくて積極的なやつ、これを敵基地、いわゆる敵基地攻撃能力で、まあ、僕らはその敵基地攻撃能力という言い方もなんとなくこう先制攻撃するみたいなイメージがあるので、まあ、我々は今なるべくマスコミの人たちに使ってもらおうと思っているのは、より正確に、自衛反撃能力とかね、自衛打撃力とか、まあ、そんな言葉がこれからきちんと国民の皆さんに説明されれば、おそらく理解は広がっていくんじゃないかというふうに思っている。敵基地攻撃能力というのはまさに今から60数年前の、まあ、国会で議論された時、まだそのミサイル攻撃なんていうのが家庭の世界だった頃の話なんですよね。しかもさっき言ったみたいにその敵の
発射台がもうまだ固定されてるようなそういう段階の話だから、今はちょっとそういう状況ではないので、敵基地っていうと、まあ非常に古い昭和の概念になってしまうので、もう少し我々の説明の仕方も進化させるべきだと思っているので、まあ、皆さんの質問っていうのは、あのいわゆる既定基地攻撃能力ということで受けてますけど、まあ、これからもし皆さん学生の皆さんがどんどん使ってくれると自衛反撃能力みたいな話が国民の間に広がっていけるんじゃないかと思うんで、ぜひあのそういうふうに使ってもらえるとありがたいです。はい、憲法とか、法律的な憲法に関しては正当性の話になってくるんですけども、現在日本だと専守防衛という話だったと思うんですけども、あの敵基地攻撃能力っていうのは、中島先生はあのその専守防衛の範囲内の能力だとお考えでしょうか。そうね、あのこれ政府の人に聞けば、専守防衛の範囲内ですっていうふうに普通に答えるんだろうと思うけど、僕はまあ皆さん学生だし、今政府に入ってる立場ではないのでざっくばらんに言いますけど、まあ、専守防衛ってのは相手からやられたことを契機、まあ、契機にして、それに対してこちら側からまあ反撃をしていくと、まあ、こういうことですよね。まあ、基本的にはその範疇に入ると思うんだけど、その今のこのミサイル、向こう相手側のミサイルの攻撃能力っていうのは、攻撃が顕在化した瞬間にはもう手遅れになってるわけよね。奇襲攻撃が可能なわけだから、例えば潜水艦から発射することもできるし、要するに予測ができなくなってますから、予測ができるんだったら相手が撃ちそうになった時に、まあ、これはすでに国会の答弁があるけれども、まさにさっき言った相手のそのランチャーが立って、そしてお前の国を火の海にしてやると言ったということで、もうその攻撃がまさに差し迫っていると判断すれば、まあ、仮にそのまだ撃つ前であってもこちら側としては自衛のために攻撃することができるという、まあ、そういう解釈でやったけど、この最初の契機、我々がこうきっかけを与える、我々が反撃をするきっかけを与える動作が見えなくなっちゃったから、いつ来るか分からないんで、そうなるともうあのなんていうかな、撃たれるのを待ってるわけにいかないから、そういう兆候が見られたら、仮にそのミサイルが見えてなくても、その相手のさっき言ったキルチェーンのどれかを攻撃することが、まあ、我々としては可能だと思ってるんで、それが専守防衛の、まあ、これも実は昭和の30年代の概念だから、まだそのミサイル攻撃なんていうものがリアルでなかった時代、しかし今はこれはリアルになってるんで、まあ、この考え方は60年70年引きずって今の科学技術革新の中で当てはめて、やっていくっていうことが重要なのか、国民の皆さんの命と財産を守ることが重要なのかって考えたら、このコンセプトにこうしがみついていくよりも、本当に十分に国民の命と平和の暮らしを守っていく方向に、やっぱりこの概念をこう再定義するとか、あるいは修正するとかっていう必要がある、あると僕は率直に思います。今までは、アメリカが矛で日本が盾といったやり方だと思うんですけども、例えば先月7日の2プラス2なのですで敵基地攻撃能力の保有検討という形で、そしてアメリカがそれを受け入れてくれたっていうところで、今後、日本のとアメリカの役割分担っていうのはどのように変化していくでしょうか。非常にいい質問だったというふうに思います。確かにこれまでは盾と矛、つまり我々はさっき言った亀、盾に徹するから、あとは頼むよと、相手をこう叩く矛はこれだけ全部お任せしますと、核の報復も含めて攻撃部分はあなたやってくれと、うちは防御だけでやるよと。でも防衛っていうのは攻防があって防衛だからね、その一方的にその相手拒否的抑止 であったとしても、その相手にその半分を委ねていくっていうやり方っていうのはもう通用しない。つまりアメリカ一極万能ではなくなっちゃってるから、まあ、北朝鮮はともかくとしてもその背後にまた中国という1600発も中距離弾道ミサイルをこちらに向けている国が
あって1600ですからね、一発や二発じゃないわけだから、それに 対抗するのにその全てアメリカに頼っていくっていうやり方はもう通用しない。しかも中国のミサイルはもうアメリカの首都を捉えるところまで、ICBM は成長してきてますから、進歩してきてますから、そういうことを考えるとアメリカ側がじゃあワシントンやニューヨークを犠牲にしてまで日本を守ってくれるかっていう、これかつてヨーロッパだったの議論がもうこのアジアで、つまり中国を相手に現実味を帯びてきていますので、そういうことから考えると一つはまず日本の判断である程度できるようにしておく必要がある。そしてそれは全体として抑止力を高めることにつながるから、アメリカとの協力関係の中で非常に意味のあることであるという、この2つをねしっかり満たすような意味で、この前の2プラス2はおっしゃっていただいたように非常に画期的、戦略を完全に一致させるっていうところまではっきり書いてある。そして敵基地攻撃能力っていう言葉は書いてないけど、あらゆる手段を講ずるというところまで踏み込んで書いているので、これは行間を読む我々からすると、そのさっき言った自衛反撃能力も含めて、つまりは、拒否的抑止と懲罰的抑止の、この懲罰的抑止の部分はアメリカに引き続き依存する、これ核の傘に依存するけど、拒否的抑止の守る部分と攻撃する部分、この守る部分だけじゃなくて日本は矛、攻撃する部分も担うと、でこの部分についてもアメリカと共同してやると、まあ、こういうその拒否的抑止の部分についてはこの三角形はしっかり日米で、適正に分配をしていくと、配分していくと、役割分担をしていくという、まあ、こういう方向性に踏み出すことができましたので、これから日本もアメリカも国家安全保障戦略っていうのも今年、日本は今年の年末までに取りまとめる、アメリカはもっと早い段階で発表すると思うんだけど、これがこう連動しながら最後は日米防衛協力のガイドラインっていうのがありますけど、今度はそのお互いの戦略を日米の間ですり合わせて、日本を防衛するためのガイドライン、指針というのをね、防衛指針というものを、日米共同で作っていくという作業がおそらく来年、行われることになって、その中で今とは少し違った、役割分担を、まあ、今度はっきりガイドラインに明記することになる。これはもうこれまでにない、取り組みで非常に画期的だと思ってます。で、それはミサイル防衛だけじゃなくてサイバーとか電磁波とかあらゆる領域横断的な部分で、例えばそのミサイル防衛だけじゃなくて中距離弾道ミサイルを日本に配備するとか、そういうことも含めてね、攻防、攻撃、防御、これ一体となった防衛システムというのをね、自衛のシステムというのを日米の間で抑止体制というものをね、日米の間で整備していくということの、そういうフェーズにこれから入っていくんだろうというふうに思います。ありがとうございます。基地攻撃能力を仮に集団的自衛権の下で、例えばアメリカが、何かどこかの国に攻撃されて深刻な被害を受け、それが日本にとっても死活的な問題である場合に、日本が集団的自衛権を行使してそちらの国に対して、敵基地攻撃能力を持って攻撃するということは、今後考えられるでしょうか。そうですね、それが普通の同盟、だというふうに思います。まあ、NATO もそうだし米韓もそうなってるし米非もそうだし、アメリカとオーストラリア、ニュージーランドもアメリカの同盟国とは押しなべて、どちらか一方が攻撃されたら共同して反撃するという、まあ、そういう類になってます。日本の場合は2014年15年 の安保法制で、集団的自衛権限定的な行使が容認されるまでは、トランプ大統領も文句言ってましたけど、俺たちがやられても日本は助けないと、日本がやられたら俺たちは助けないといけないと、これはあまりにも不公平じゃないかと、まあ、こういうふうに言われて日本としては頭をかくしかなかったんだけど、安倍政権の時の安保法制によって他国からの攻撃、そのアメリカ軍に対する攻撃がまさに我が国の存立に関わるような場合には一緒になって反撃できると、これもね、まあ微妙な話ではあるけれども、
半歩、その普通の同盟に半歩近づく、そういうような限定的な集団的安全保障、集団的自衛権の行使を容認だったんだけど、あとはやっぱりもう半歩残ってます。で今の、 あの条件設定はまさにあと半歩のところの話だと思うんだよね。つまりは必ずしも我が国の存立に関わらないかもしれないけど、同盟国が攻撃された時にじゃああんたは何もしないんですかという質問に対して、まあ、今この今日現在ね、そういう状況が、まあ、リアルに予測される事態はまだ起こってないけれども、例えば台湾有事が起こって米軍が投入されて、その米軍に対する中国側の攻撃が行われて、まあ、我が国の存立が必ずしも危機に瀕していなかったとしても、これは同盟協力の中で、日本もそのアメリカと一緒になって反撃の協力をしてくれって言われた時に拒否できるかって話ですよ、うん、僕は政治家としてそれは拒否できないと思ってる、うん、これはそのいやそんな台湾有事に日本が巻き込まれるじゃないか、いやそうじゃない、もうすでに巻き込まれてる。台湾と日本の一番西側の与那国島って100キロしか離れてないわけだから、もう中国の設定している、まあ、設定するであろう戦闘区域にもう日本の先島諸島って全部すっぽり入っちゃうわけですよね。半径400キロぐらい全部入るわけだから、いやうちだけちょっと違いますよ、それはアメリカと中国と台湾の話でしょっていう、そもそももう地理的にそういうことが、そういう主張は通用しない状況になってますから、まあ、その意味で言ったら、まあ、ちょっとせこいかもしれないけど、そのことを存立に関わる事態、存立事態と認定することもできるし、したがってその日本の国土が攻撃されてないけども、アメリカの反撃に対して日本も協力するってことはできるし、存立危機事態が仮に認定できなかったとしても日本は逃げられないと思ってる、うん、そこはやっぱり覚悟を決めて、その台湾に対する現状変更の攻撃に対してはですね、しっかりそこは反撃するという意思をあらかじめ攻撃する可能性のある国には認識させておかないと、これ抑止力にならない。つまり我々は戦争したいと思ったわけじゃないけど、戦争しようとした時にいや我々からの反応がかなり甚大なものになるというふうに認識相手がすれば、そこで諦める可能性が極めて高いわけだから、これ抑止力で、脅威っていうのは、脅威ってよく言うんだけど、意図と能力の掛け算、こう言いますよね。能力があっても意図がなかったら、まあ、例えばロシア、微妙ですけどね、ロシアは日本に対して攻撃を仕掛けてくる能力が十分ある。しかし今のところいろいろ平和条約に向けての交渉が行われているから、さすがに攻撃するわけないだろうということで、我々は別にロシアを脅威と認定はしてない。中国は能力がある、でも最近は意図もだいぶ怪しくなってきたと、我々としてはまあ潜在的脅威じゃないかなと。北朝鮮はまあ意図も能力も今身につけてるから、まあ我々は北朝鮮に対しては脅威ってはっきり言って、でそれを抑止する我々の側もただ能力を持ってるだけじゃダメですよね。能力がなかったら話にならないんだけど、ただ能力を持ってるだけじゃなくて、やっぱり意思、それがある時にはちゃんと使われるっていう意思を持ってなきゃいけないね。プラスですね、これにプラス しなきゃいけないのは、意思と能力を持っていることを相手が認識しているかどうかによって、こう抑止力が効いてるか効いてないかって決まってくるので、脅威は意図と能力の掛け算なんだけど、抑止力ってのは意図と能力のを括弧にくくったうちのかける認識なんです、相手の認識。これでやっぱり抑止力だから、さっき言った状況の中で、いやどうなるか分かりませんね、日本はやるかもやらないかも分かりませんねというのは、相手に出して抑止力にならないんですよね。相手がこう来たら、仮に日本が損害を被ってなかったとしても、もしかしたら存立危機事態に認定して反撃するかもしれませんよということは、やっぱり相手に認識させておかないと、相手の行動を抑止することは難しいという意味では、答えは長くなりましたけど、イエス最後の質問という形になるんですけども、はいはい、ちょっと漠然とした問いになってしまうんですけども、うん、今後の防衛政策の展望についてというところで、日本が今後どういった国になっていくのか、そのためにどういった防衛を考えていくのかというところについて、
総合的にお話を伺いたいです。これもすごく大事な質問だと思うんですけど、これまではどちらかというと、まあ、第二次世界大戦の時に日本側からかなりこう暴れ回って、アジア各国に対して、まあ、軍をこう派遣してね、まあ、そういう国をこう、まあ、蹂躙していったという、まあ、そういう歴史がありますわね。で、したがってその戦争が終わって、我々は平和憲法を持って、我々は外に向かっては、その暴れ回りませんと、暴れ回りませんと、つまり我々がおとなしくしてれば世界は平和になるという前提でやってきた。だから専守防衛とか、要するに侵略されたらそれに対してはまあ最小限の力でまあ立ち向かうけれども、こちら側が何かこのアジアの平和や安定のために何かこう積極的に物事を起こすことについてはこう実践してきた、ずっと。その延長線で最近まで来たんだけど、いよいよその、まあ、でその前提の背景は何かで言ったら、これアメリカがほぼ一極万能で全部仕切ることができた、そういう時代が、まあ、日本がそんな努力する必要もなく、そのアメリカを中心とした仕組みの中で、まあ、お前の国はおとなしくしてればいいんだと、こういう、まあ、我々もそう思ってたし、周りからもそう見られてきたんで、ずっとおとなしくしてきたんだけど、まあ、アメリカの力が、まあ、これは相対的な話なんで、中国の力が上がってきて、アメリカの力はそんなに落ちてないんだけど、中国の力が上がってきた分だけ相対的にアメリカの力が低下する中で、アメリカ一国で全部仕切れる時代ではなくなっちゃったと。で、そう考えてみて、アジアのアメリカの同盟国を見たときに、韓国はもう朝鮮半島に張り付いてるだけ、オーストラリア、オーストラリア日本の4分の1、他にこう頼りになる同盟国日本以外ないんだよね。で、その日本が、まあ、もう戦後何十年もこう自制してきて、そこそこその周辺国からもこう信頼を得てきて、別に日本がまた侵略的な行動を取るとはどこの国も思ってない、まあ、中国や韓国はいまだにそういうことを言ってるけども、それ以外のアジアの国あるいは世界の国ってのは、日本がもう少しむしろ役割を果たしてほしいと。今までおとなしくしててくればよかったんだけど、いや日本はもう少し役割を果たしてくれっていう、そういう期待もある。それは日本もやっぱり国力に応じてそれだけの責任を果たしていこうという、まあ、そういう意識も我々の中にだんだん芽生えてきている。そういう状況の中で、日本だけ守れる防衛からアジアのそのバランスオブパワー、アメリカが少しこう影響力を低下させている分を穴埋めできるぐらいの我々は役割を果たすべきじゃないかと、こういう、まあ、観点で今後の防衛努力、もっと広い意味では地域の安全保障に日本が積極的に関わっていく、そういう時代が来ているというふうに思っているので、我々の装備体系もただ、さっきのミサイルディフェンスだけじゃん、ミサイルディフェンスもそうだけど、ただ亀のようにこう縮こまって守るだけじゃなくて、やっぱり相手の意図をしっかりコントロールできるだけの、そして相手だけじゃなくてこの地域全体の平和と安定を、まあ、作り出すことのできる、そういう、まあ、積極的な関わり方が期待されているというふうに思ってるんで、まあ、そういうことができるような装備、もっと外に向かってね、例えばその南シナ海で、中国がある意味大きなことをやってるのを、そこに牽制できるぐらいの海軍力を作るとかですね、さっきから議論している相手のミサイル発射を思いとどまらせるぐらいのこちら側の打撃力を持つとか、あるいは宇宙、それから海底、サイバー、こういったところでも積極的な防衛努力、今までは専守防衛だったけど、これからは、まあ、僕らは積極防衛って言ってるんだけど、アクティブディフェンスをね、もう少しこう広く我々の力を投射できるような、そういう、安全保障の努力がこれから必要になってくるというふうに思ってます。ありがとうございました。